皆さんこんにちは。本日は内藤証券投資調査部アリーガ中国株についてお話しさせていただきます。それではまず市場の動きから見ていきたいと思います。本土市場は国慶節休暇中の小売外食企業の売上高が前年実績を上回ったことに加え、休暇中に進んだ人民元高に伴い株式市場に海外から資金が流入するのではないかとの思惑から、休暇明け9日翌週12日月曜日と株価が大きく上昇しました。また26日から開催される中国共産党の第19期中央委員会第5回全体会議、通称五中全会を控え、政策に対する期待感も相場を押し上げる要因となりました。ただ米大統領選挙を目前に控え、米政府による対中政策の行方が不透明なだけに、その後はほぼ横ばいの動きで推移しました。また19日に発表された中国本土の第3四半期 GDP も前年同期に比べ 4.9% 増と、第2四半期の同 3.2% 増から加速したものの、市場予想を下回ったことで大きな買い材料とはなりませんでした。結局昨日22日の上海総合指数は終値で 3312.501 ポイント、前月末に比べ94ポイント高、同 3% 高となっております。では次のハンセン指数のチャートをご覧ください。香港市場は対米ドルでの人民元高、比較的堅調な米国株式相場、政策への期待感等を背景に右肩上がりの展開が続きました。また米大統領選挙でバイデン候補優勢との観測も対中政策緩和のへとつながるとの思惑から買い材料となっているようです。しかし今週に入ってからハンセン指数はほぼ 24,500 ポイントから 25,000 ポイントの幅の狭い中での動いており、米大統領選挙や五中全会を控え様子見の展開が続いております。なお昨日22日終値時点でハンセン指数は 24,786.13 ポイント、前月末に比べ 1,327 ポイント高、同 6% 高となっています。次の表、個別銘柄の動きをご覧ください。10月9日終値を基準に昨日22日までに大きく動いた銘柄を表にまとめております。上海 A 株50指数採用銘柄では、商商銀行、中国人寿保険、工業銀行、中国恒大銀行、新華人寿保険と金融関係が上位を占めました。足元の景気回復に加え人民元高を好感しているようです。逆にモバイル端末等の製造を手掛ける分体鍵やシリコン製造大手隆起シリコンなど、これまで堅調だったハイテク株の一部が利益確定売りに押され軟調な動きとなっています。またハンセン指数構成銘柄も本土市場同様に金融関連株が買われており、中国工商銀行、中国建設銀行が上昇率で1位2位となりました。さらに3位にはバイオ医薬品開発の受託サービス大手であるウーシーバイオが入っています。同社 CEO が投資家フォーラムで今下期の増益率見通しをこれまでの 30% から 40% に引き上げたほか、21年から22年についても 50% 超となるとのことをと発表したことを好感し、21日の株式市場で一時233香港ドルまで買われています。逆に医師薬集団など医薬品メーカーの一角が売られたほか、石油関連銘柄も軟調な動きでした。次のグラフ、上海総合指数採用銘柄における新高値新安値更新銘柄数のグラフをご覧ください。国慶節休暇後直近25週の新高値を更新する銘柄数が若干増加しましたが、その後徐々に減少しています。また新安値を更新する銘柄数も少なく、上海総合指数の動き同様、足元は株式相場全体に様子見の状況といえます。次のグラフ、
阪神指数における新高値新安値のグラフをご覧ください。こちらは新高値新安値更新銘柄数ともに低水準です。ただ株式相場を大きく牽引する銘柄はないものの、阪神指数の動きから見てこれまで定位で放置されていた銘柄が比較的買われているようです。次に本土香港相互取引制度ストックコネクトによる本土市場の売買状況をご覧ください。連休明け9日12日には人民元高を背景にそれぞれ100億元を超える買い越しとなりましたが、その後は小幅ながらも売り越しが続いています。一方次のグラフ香港市場の売買状況では本土投資家による買い越しが続いています。依然として本土からの資金が流入しており、相場を下支える一因となっているようです。あと足元の為替についても見ておこうと思います。次のグラフ対米ドルの人民元レートをご覧ください。米中問題の中で、が進む中で元安に動くことが多かった対米ドルの人民元相場ですが、今年6月以降中国国内の景気回復期待に加え米中の金利差等を背景に元高の動きが鮮明となってきています。今週21日には一時1米ドル当たり 6.64 元まで人民元が買われました。これは19年につけた 6.65 元台を上回り18年7月以来の水準となります。これに伴い株式市場ではこれまでまで上昇を続けていたハイテク株に代わり人民元高を交換した買いが金融株に入っているようです。次のグラフ香港市場におけるハイテク株指数と金融株指数の動きをご覧ください。このグラフではハンセン鍵指数とハンセンエッジ株金融指数の動きをハンセン指数に対する相対的な動きとして示しています。青いラインが下を向く一方、オレンジ色の金融株のを表すラインが足元では上向いております。直近の香港市場の株価上昇は金融関連株を中心にしている状況が見て取れます。次の表、人民元高が交換される銘柄をご覧ください。一般に銀行や保険など中国本土の金融関係は人民元資産を多く持っているため人民元高が交換される傾向があります。また空運などは米ドル建て負債が多く人民元高が業績面でプラスに作用します。ここでは銀行保険空運など代表的なものを挙げておきました。この表からも分かるように足元では特に金融関連が買われているようです。また次のページ、中国工商銀行と中国郵政貯蓄銀行のチャートを載せておきました。両銘柄とも年初から大きく売り込まれていましたが10月に入り反発しています。依然として年初の水準を下回っており、現在の水準でも投資見込みは大きいと言えるでしょう。最後に今後の主な予定をご覧ください。重要なものとしては31日に中国国家統計局による10月の製造業 PMI が発表されます。今回も現時点で市場予想は 51.5 と景気判断の分かれ目となる50を上回っています。さらに11月2日には財新の PMI も発表されます。また個人消費の動向を判断する上で1日のマカオのカジノ売上高、2日の香港の小売売上高等にも注目しておく必要があるでしょう。一方政治イベントとしては26日からの5中全会、11月3日の米大統領選挙が注目されます。特に5中全会は米中長期的な政策運営 が示される予定となっています。投資家にとっては今後の投資方針を考える上で重要な会議といえます。今日は足元の株式動向と足元の人民元高、今後の主な予定について解説させていただきました。それではこれで失礼いたします。ありがとうございました。